何か用ですか。よし、答え言っていきましょう。1の位の入力、これ紛らしいね。1の位から言ってかなきゃいけないの。4、10の位が4、100の位が1、144でした。144、当たり。どうぞお入りください。なんだこんなクイズをやんなきゃいけねえんだ。おお、なんか立派なお屋敷ですね。バラム、ガルバディア領ガーデンとガルバディア軍の大佐が手を組むのか。なぜだ。俺が考えても仕方がないな。シードはなぜと問うなかれだ。あのね、私が持ってる契約書ってまだ生き？まだ生きてんじゃないの。今度はなんだ。この家に私を置いてかないで。事情説明する？うだうだ始まるのか。俺たちの使い方は覚えたら、あんたはただ命令すればいい。じゃあお願い。アーバインそこに座ってていいのか。しかも足乗っけて。またなんか待たされるんだな。もう人を待たせても何とも思わないんだから。ちょっと文句言ってくれ。おほう。みんな待ってて。はい、待ちますけど。なんだ。あ、ちなみにここ私ん家だから。マジで？心配しないで。面倒なことにならないだろうな。どうなってんだ。まあ、そうなってんだろうな、きっと。うわ、なんか来た。リノアは？あれは君たちのように鍛えられていない。足手まといにならんとも限らん。彼女が作戦に参加しないことは、ここにいる全員のためでもある。もしかして、リナのお父さん？そう呼んでもらえなくなって、随分になる。マジか、お父さん。親父は軍の親父さんで、娘は反政府グループのメンバー？まずいんじゃないすか？そう、非常にまずい。親子で対立してんだな。が、私の家庭の問題だ。君たちには関係ない。そういうわけにはいかないんだ。何より、これから我々がやろうとしていることに比べると、あまりにも小さな問題だ。俺たちにとって、ガーデンの指令も、リナーの命令も価値は同じだ。俺たちは今回の任務が終わったら、契約通り、リナーの傭兵に戻ります。事情はわかりませんが、その時は邪魔しないでください。邪魔したら？そんなこと聞くなよ。確かに。俺たちはシードです。シードのやり方で行動します。そうな。おいおいおい、オタクらよ。いつまで座ってんだお前は。俺たち、魔女を暗殺しに来たんだろ？先に、そんな話をしないか？まあ確かに。一時停戦だ。ん？計画の説明をしよう。はーい。じゃあどうしようか。先生行く？お、我がガルバディア政府と魔女イデアが協定を結んだのは知ってるな。ほう。その協定を記念してセレモニーが開かれる。セレモニーね。セレモニー会場は大統領官邸だ。ほう。ちょっと置いてかないでくれます？セレモニーの最中に君たちは2チームに分かれ、それぞれ指定位置に移動する。凱旋門チームは素早く凱旋門に潜入して待機だ。場所は後で説明する。あそこじゃないの？奥に見えてるよ。狙撃チームは大統領官邸の正門前でセレモニー終了まで待機。つまり今まさに私が立っているこの位置だ。狙撃チームはここで待機だ。はい。狙撃チームと凱旋門チーム、5人を2チームに分けるんだな。あれが大統領官邸だ。
セレモニー終了と同時に魔女のパレードが始まる。そうしたらあの正門が開く。それまではおとなしくしていてくれ。騒ぎになればパレードは中止される。それだけは避けなくてはならない。開門と同時に狙撃チームは行動開始だ。監視も警備もパレードに注目しているはずだ。比較的行動しやすいと予想されるな。狙撃チームは速やかに移動する。目標は大統領官邸の屋上。おお、魔女の部屋の手前の通路の床に時計部屋への扉があるはず。ほう、詳しいな。そこには悪趣味なギミック時計がある。狙撃用のライフルもそこに隠してある。その内部に潜入して定刻20時まで待機で、バーンって撃てばいいってことか。魔女はパレードカーに乗ってこの門からスタートする。パンパラパンパンパンパカパカパカっつってパレードカーは門を出た後左の方へ向けて動いていく。おお、こっちか。こんな風にこっちの方へ移動する。お父さん大変だな待ってお父さん。パレードはデリングシティへ外周を回る。環状道路をぐるりと一周して再びこの広場に戻ってくる。つまりこっちから再びパレードの隊列が現れる。そしてパレードは右に曲がってこっちへ行くわけだ。なんか笑っちゃうな。お父さん頑張ってんな。さてここからが凱旋門チームの行動だ。ほう、定刻20時、魔女のパレードは凱旋門の中に入る。一周ぐるってデリングシティ内を回った後にここに来るとだね。で、この瞬間凱旋門チームは制御盤を操作、鉄格子を下ろす。ほう、魔女は凱旋門に閉じ込めるのだ。でそこをバーンって撃つってこと。20時には狙撃チームが待機するギミック時計全体が競り上がる。確かに悪趣味っぽい、なんかピエロみたいなのがいっぱいいるけど。狙撃チームと魔女の間には障害物は何もなくなる。そのチャンスを狙ってバーン。なるほどね。そこでアーバインが決めてくれると。これが計画の全容だ。あとは作戦開始の時間を待つだけだ。それまで街を見て回るのもいいだろう。もちろんここにいても構わん。ただし外に出ても問題は起こさないでくれよ。俺たちを何だと思ってるんだ。あんたの娘とは違うんだ。俺たちはシードです。なるほど、そうだったな。しばらくは自由行動だ。街を見て回るのも良いだろう。はーい、準備ができ次第私の官邸に来てくれたまえ。そこで最終打ち合わせをしてから計画開始だ。まあ別にすることないから帰りましょう。さてチーム編成に移ろうか。はい、狙撃チームは狙撃手とリーダーで構成してくれ。ああなるほど、スコールとアーバインね。リーダーは総攻撃。何らかのアクシデントで計画が進められない場合、あるいは狙撃に失敗した場合、リーダーの指揮下で魔女に総攻撃をかけてもらう。我々は全てを秘密裏に進めたい。そのための複雑な暗殺計画だ。しかし最終目的は魔女の排除。あらゆる犠牲を払ってでも目的を果たせねばならない。たとえ私の存在や君たちの所属が明るみに出てもな。リーダーはみんなこっち見る。俺です。あとは君が決めたまえ。狙撃チームは決まりだな。俺とアーバイン・キニアスが狙撃チームとして行動する。凱旋門チームは頼むぜ。了解了解了解。凱旋門チームのリーダーは、お、いいね俺しかいねえだろうと。悪いなゼル。トリープ先生、キスティストリープ頼む。オッケー、任せといて。さあ計画実行だ。またチャンスがあるぞゼルナ。うん、ああで先生を操るのか。うん、なんかあるかな。なんだなんだ、うんふん、
頑張ろう。そうね。おリノは。やっと脱出成功。あの男なんか言ってた？別に何も言ってなかったぜ。スコールは？ごめんねリノは、私たちもう行かなくちゃ。でもちょっと待って。なんだ？お？これ見て。これオダインバングルっていうの、あの男の部屋で見つけたのよ。オダイン？何すんのそれ。魔女の力を抑制するらしいの。でも効果わからないから、今回の作戦では使わないことにしたらしいの。オダインブランドならきっと効果ありだぜ。魔法系グッズじゃ一番だからな。だよねだよね。それであなたどうしたいの？魔女にそれをつけさせるの？誰が、いつ、どうやって？それもみんなで考えるのよ。時間がないって言ったでしょ。スコールたちもう待機してるわ。私たちにも任務があるの。わかるでしょ。家出娘の犯行とは違うの。これは遊びじゃないの。まあもう始まるからな。遊びじゃないの。だって分かってるもん。私だって考えてるんだから。まあ一人しかいないからな。かわいそうだけどな。走行駅の時はまず俺が突入する。できるだけ時間を稼ぐつもりだ。走行駅は必要ないって。ああ飛ばしちゃった。ごめんなアーバイン。君の喋る時間はなかったわ。さあ行きましょう。トゥッテトゥッテッテン。あのさ、シードは任務に関してなぜって質問しないって本当か？知りたくなる時だってある。例えば今がそうだ。でもってどうする。例えばさ、ごめんな、ドローがちょっと今気になったわ。お、サンダラ、やったやったぜ。おそらく敵と俺たちを分けてるのは善悪じゃない、お互いの立場が違うだけ。くそ、3倍にして歩こう。長い。どっちも自分がいいと思ってる。いいやつと悪いやつがいるわけじゃない、敵と敵じゃないやつがいるだけだ。じゃあ凱旋門チームはここだね。お願いします。私たちが魔女をここで足止めしておく。そしたらあとはあなたたちの出番よ。はい。こんな簡単なミッション3人もいらないのにね。まあ確かに。20時きっかりだ、任せとけって。頼むぜ。凱旋門チームはこの通用口から中に入って帝国20時まで待機。20時ちょうどに魔女のパレードは門の真下に来る。その瞬間に制御盤を操作、鉄格子を下ろして魔女を凱旋門に閉じ込めるのだ。お願いします。あ、ごめんなさいね。さあ狙撃チーム行こうか。さあミッションスタートだぜ。すごいな、大佐がこんなところ一人でこんなね、ボディーガードもなしに歩いてていいのかっていう気もしないでもないですけど。で、君らの持ち場はここ。ところで大佐、なぜ魔女はこんな派手なパレードを始めようと思ったんだ。魔女が本拠地と定めたガルバディアガーデンへ移動するためだ。だからガルバディアガーデンは魔女が邪魔なのか。さあ始まった、いよいよだぞ。私は邸に戻っている、幸運を祈る。で大佐が戻っていきます。あれ先生たち出てきたよ。どうしたんだよ先生。やっぱり言い過ぎたかな。さっきね。言い過ぎたって。私謝ってくれリノアに。リノア？でもどうするの、持ち場離れちゃっていいの。まだ20時までには余裕があるわ。あなたたちはここで待ってて。そう言われたって。おい待てよ。いた。
まもなく外は荒れる。ここにいれば安全だ。仲悪いね。まあ今落ち込んでるからな、リナは。やば、閉じ込められる。私だってやれるよね。リノ、さっきはごめん。あ、閉じ込められた。あ、もしかして閉じ込められた？っていうかここに来るまですれ違わなかったのかい？あの大佐の仕掛け？もしかして親子喧嘩のとばっちりかよ。まずいわね。しかもリナのことも心配だわ。どういうことだ？きっとリナは魔女のところに一人で行ったのよ。私たちの力になろうと思って。で、変わってリナになると。いました。私、このガルバディアの、軍の、大佐の、カーウェイの娘です。これから父がお世話になると思って、本日はご挨拶に来ました、参りました。それで、私から贈り物があるので、ぜひ。すごい綺麗になってんな。リヌアです。リヌアです。こんにちは。おお、すごい。シードレベルが上がったぞ。リヌアは別にシードじゃないけど。こんにちは。なに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 。右腕が。おお。痛い。髪長っ。ああ、短くなった。さあ、魔女の登場ですね。背中についてんのは何なんだろうね。武器になるんですかね。こう背中をグイグイってやって。すごいハリーポッターみたいなことになってる。さあ、そろそろ始まるのか。出てきたぜ。リノも来るんかい。おい、あの子リノはめっちゃフラフラして、臭い。薄汚れた愚か者ども。コラーより我々魔女は幻想の中に生きてきた。お前たちが生み出した愚かな幻想だ。恐ろしげな衣装に身をまとい、残酷な儀式で善良な人間を呪い殺す魔女。無慈悲な魔法で緑の脳を焼き払い、温かい故郷をいてつかせる恐ろしい魔女。くだらない。その幻想の中の恐ろしい魔女がガルバディアの味方になると知り、お前たちは安堵の吐息か。幻想に幻想を重ねて夢を見ているのは誰だ。イデア、一体何を。イデ、現実は優しくない。現実は全く優しくない。すごいな、大統領ぶっ刺されてんのにみんな喜んでんぞ。ならば愚か者も愚か者、お前たちこうするしかない。
おいおい、大統領ぶっ刺されてますけど。ああ。自らの幻想に逃げ込め。私はその幻想の世界でお前たちのために舞い続けよう。私は恐怖をもたらす魔女として未来永劫舞い続けよう。お前たちと私共に作り出す究極のファンタジー、ファイナルファンタジー。その中では生も死も甘美な夢。魔女は幻想と共に永遠に、魔女のしもべたるガルバディアも永遠に。あの子は何だって何なのかな。リンナは突っ立ってるだけだったけど。大統領はあれで死んじゃったのかな。魔女には生贄と残酷な儀式が必要らしい。おお、ギョロッと。おい、やばいぞ、まずいぞ、なんとかするぞ。リナを助けに行くだろ。まだパレードが始まらない。門が開かない。マジかよ、大変、もう始まったわ。早くここから出ないと。窓突き破るとかでもダメなんだろうな。どうするべよ。もうぶっ壊すしかないぞ。一丁見てな。完全オートロック、お手上げよ。うおぉ、個室ガラスだぜ。そんな時は、はい、一休みと。はい、どうぞ。こんなところに、ずるー。行きましょう。でも、どこに続いてるかわからないよ。ここにいてもしょうがないぜ。そうな。お、セーブポイント。お、始まったぜ。ドゥンツッツッドゥンツッツッ。わ、ちょうどスコルたちの真下だったのか。さ、謎のパレードが始まりましたよ。よくこの魔女がこんなパレードをやろうと思ったな。このダンサーたちも練習したんだろうな、きっと。デル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 で、一周ぐるーって回るかな。さあ、行こう、助けに。悩むなよ、リノは死んじゃうぞ。そうな。魔女の趣味なんだろうな。同じおっさんバッグ映ってんぞ。あ、サイファー。生きてたんだね。よし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 、待ってくれよ。こんなの一発でバレそうな気がするけどね。うおー、俺も行くぜー。うわーう。あーね、同じところに着くわけですね。
おい、何やってんだリノ。ちょっとそこのモンスター変われ。まったく。さあ、じゃあ行きますか。なんだっけ、シュメルケだっけこいつ。あ、言い忘れてたけど、僕の特殊技ショットは弾を選んでから R で引き金を引いてバンバンだよ。さあ、じゃあ行きますか。さあ、カーバンクルいただきます。はい、ドローをお忘れなく。で、何がもらえるんだこいつは。ブレイク、まあ特に使わんな。ガブガブ。じゃあもう GF をぶっ放すしかないな。さあ、ガンガン行こう。ついついね、ボス戦だと忘れちゃうんですけどね。なんだドローの存在を忘れちゃいますが。さあ、ダイヤモンドダスト。アーバインはね、シバとの相性があんまり良くないので、なかなか、あ、2発弱かった。お話しすることもできませんでした。はい、来ました、カーバンクル。かわいいね。よかったよかった。怖かった。怖かったの、私怖かったの。もう終わった。怖かったんだよ、本当に怖かったんだよ。バトルはいつものことだろ。ダメだったの、一人じゃダメだったの、私一人じゃ戦えなかったの。その辺が素人なんだよな。もう行くあんたの命令は覚えてる。俺のそばから離れるな。じゃあ行くか。まあ女子はな、言われたいセリフだよな。あれ、こっちはないの。あ、そかそか、階段があるって言ってたな。そういや、ここだな。はい、ガコーンと。お、置いてあるよ。アーバイン・キニアス、あとはお前に任せる。頑張れよ。なんだ、急におとなしくなって。ああ、集中力を高めるのか。狙撃手の孤独、確かにそうかもな。ここじゃ何も聞こえないな。パレードはどうなった。サイファー生きてたんだな。リノは、サイファーは生きてるぞ。あいつ魔女とパレードしてる。どういうこと。知るか。もし俺が魔女と直接バトルをすることになったら、サイファーともバトルをすることになるのか。敵を選べないシードの宿命か。俺の手でサイファーを死なせることになるかもしれない。覚悟してるんだよね、お互い。そういうことあっても普通のこと。そういう世界で生きてるんだもんね。心のトレーニングたくさんしたんだよね。でも、もちろん、避けられたらなって思うよ。避けられたらか。キニアス次第だ。まさか、こいつビビってるのか。まさか、おじけついたんじゃ。やっぱり、ダメみたいだ。ああ。さあ、場面は変わりまして、このメンバーになりました。くそ、またジャンクション直さなきゃだよ。着いた。結局また迷った。結局また迷ったぞ。んで。あ、ここは出れない。
うん。まあ、結局上に行かなきゃいけないんですけど。ふぃ、ギリギリだぜ。どうだい？お。おい、本当にギリギリだったな。上がった。さあ、来るぜ。めっちゃゆっくり進んでたんだな、このパレードも。アイラインすげえな。ガガ様みたいになってるけど。さあ、今な先生、スイッチオン。ヌン。ガコーン。何？さあ、閉じ込めた。アーバインキニアス。ダメだ、すまない、撃てない。僕本番に弱いんだ。ふざけたりカッコつけたりして何とかしようとしたけどダメだった。いいから撃て。僕の銃弾が魔女を倒すんだ。歴史に残る大事件だ。このガルバディアの世界の未来を変えてしまうような事件だ。そう考えたら僕は。もう喋るな、撃て。撃てないんだ。アーバインキニアス、落ち着け。お前が、みんながお前を待っている。外してもいいから撃て。先のことは俺たちに任せればいい。ただの合図だと思えばいい。俺たちに行動を起こさせるサインだ。ただの合図。そうだ、アーバインキニアス、頼む。責任重大だからな。ただのサイン。お、撃った。止めた。すまない。気にするな。狙いは正確だった。あとは俺に任せればいい。俺は今から魔女に突っ込む。アーバインとリノアも念のため装備をしておけ。おお、マジか。リノアを頼んだぞ。さあ、来ますよ。トゥ。このシーンは CM で流れてましたね。かっちょいい。車も運転できる、それがシード。うわー、ガショーン。すごいな、鉄格子の中に潜り込んでたぞ。ついに魔女との対峙ですね。どや。こういうことになった、よろしくな。魔女のペットになったのか。魔女の騎士と言ってくれないか。これが俺の夢だった。さあ行きましょう。タイマンか。勝負だ、スコーレ。こいつは何がドローできるんだろう。あ、テイヤテイヤ、誤って攻撃してしまいましたが、ファイヤー、ケアル、レイズ。なかなかいいもん持ってんじゃねえか。まあいいや。さあ、ガンガン行きましょう。さあ、召喚獣の餌食となればいい。早いな。一撃でやられたぞ。腕が落ちたな、サイファー。シードだな。
腐った庭に囲まれた、ん?巻かれた種か。来たさあ、イディア戦ですね。おお、来た来た来た。あのままじゃかっこ悪すぎだよな。さあ、行こうぜ。お、なんか取れるよ。シード。呪われし種。サンダガーン!おお。何が取れる?手荒れだ。うおー、欲しい!欲しい!バーン。撃っちゃった。ブリザが。あんまり、吸い取ってもなんねえか。しょうがねえな。ファイが。すげえリナー狙ってくんな。どうすっかな。カーバンクル使って全員にリクエイかけても構わないんだよ。サンダが。じゃあサンダーストームでお返しよう。回復 C の、まあせっかくなのでね、パワーワンクル使ってみましょう。しかしスコールの方が相性がいいから早いな。さあ来ました、ルビーの光。かわいい。よーし、 OK、 リフレクは貼っておきましょう。バイバイ。さあドローしまくれ。魔女相手にドローするというね。さあガンガンドローしていこうぜ。デスペレ、おう、賢かった。すいませんでした。ダメだ、もう全員は攻撃する。賢かったわ。それはしてきますよね。まあいいや、ターン数は稼げんだろ。せっかくやったのに。さあ地獄の火炎、イフリート。さすがになかなか終わりませんね。この曲も散々聴いてるからな。サンダが。やっぱ崖が来るときついな。まだ落ちない。無駄に強えな。あ、こじ開けなシードね。ひとまずは終わりました。うわ、怖い怖い。おお、ブリザが何?うわっ!今中ってあったでしょうか?ぶっ刺された主人公って。